シュ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 あとは頼むぜ。ブリザードピア。シュート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 。まだまだ行くぜ。そこそこそこやっそなかなか追いつかないな。そこ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 無茶していなければいいんだけど。シュートシュートそこシュートはっやっしとどめシュートそこはっよし、ゲットだ。シュート。ヒイラギ、お疲れ。はっ、ブリザードピア。はっ、はっ。はっ、はっ、はっ。コーディ、愛しくる。ノロ。ゲットしたわ。コーディ、愛しくる。ノロ。
よし、道が開けたぜ。どこにいたのさ。ネットも使えないし、足で探してたんだからな。そうか、悪かったな。よく頑張ってくれたぜ、空も勇気も。無事でよかった。先輩たちこそ。まったくもう。相沢と葵さんが？うん、目覚めた時に姉さんと再会したんだけど、さっきあの大雲がいきなり現れてさらっていったんだ。私も偶然千秋先輩と会えたんですが、悪霊にさらわれてしまって、追いかけているうちに結城君と交流して今に至るっていうわけです。やっぱり倒した怪が復活しているみたいね。そして執着していた人物に再び目をつけさらった。二人がここにいないってことは奥の方にいる可能性が高いな。このまま全員で行ってみるぞ。はい、先輩方がいれば百人力です。ああ、とにかく急ごう。千秋先輩、今行きます。待ってろよ姉さん、すぐに助けてあげるから。
チェンジ。チェンジするよ。任せて。シュート。そこ。シュート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 。そこ。そこ。シュート。宝箱じゃん。シュート。はっはっはっ。セコセコ。はっセコ。はっ。やっセコ。やっしっしっしっ。やっしっ。コンビネーション。やっ。はよ。シュートセコ。まだまだ行くよ。シュートセコセコ。シュートはっ。シュートセコ。シュートはっ。シュートするわ。はあ。
させるよ。それ船よイニアルアタック船船弾幕弾幕よよチャンス到来見つけた。千秋先輩、助けに来ました。ゆうくん、ソラ、気をつけて。いつは多分この柱の守護者だわ。おそらくグリムグリードに匹敵する力を持っているはず。上等、立ちはだかるなら打ち砕くのみです。Next
配。大丈夫か姉さん。怪我はないみたいですね。よかった。柱も止まったみたいだ。やれやれだぜ。まったく、不覚を取ってさらわれちゃうなんて。ソラ、ありがとう。また助けてくれたんだ。そうか、異界化の影響で記憶が戻ったのね。うん、なんかそうみたい。ありがとう、本当に。やっぱりあんたは私の自慢の後輩だよ。まったく、何度こんなことに巻き込まれたら気が済むんで、うわぁ。ありがとね、ユウくん。強くて、優しくて、本当に大きくなったんだね。だからユウくんはやめろって。ったくもう、心配かけさせるなっての。時坂くん、ヒイラギさんたちも助けてくれてありがとう。無事でよかったっす。一旦外に出ましょうか。元凶が。やっぱりそういうことだったのか。ええ、第二の最悪の危機は未だ過ぎ去っていないわ。それどころか10年前を超えるかもしれない。ソラ、ユキ、改めて力を貸してくれるか。当然です。武術に携わる者として、 XRC メンバーとして引き下がるわけにいきません。一度始めたゲームはクリアするのが主義だからね。どうせ逃げられやしないんだし、やるだけやってみるさ。ユウくん、心配だけど仕方ないわね。私もソラみたいに武器が出せたらよかったけど、ま、今は自分ができることを頑張ってやっていくしかないか。お二人は実家の方は。それが森宮の外なの。あの柱のせいでユウくんのマンションの人たちも避難しちゃったみたいだし。私も市外なんだよね。こうなったら学園の方に行ってみようかな。そいつは俺も気になるな。結局亮太のやつも学園から戻ってねえみたいだし。町にグリードが出ているから足止めされているのかもしれないわね。ひょっとしてマイ部長や他の人たちも。はあ、先輩の家も市外だし、残ってる可能性は高そうだね。なら確かめてみればいいじゃん。ここからそう遠くないし、みんなで一緒に行けばよくない。だったら私もご一緒させてもらおうかしら。そういえばトワネも学園に向かうっつってたら、せっかくだしどこかで合流して一緒に向かった方がいいか。ええ、サイフォンの特殊モードも使えるはずだし、連絡しておきましょう。
まさか霧か。何この声、なんだか聞き覚えがあるような。まさか。あれは魔女か。あんなものまで復活してるわけ。なんなのこいつら。くそ。おら、怖いのに無茶しないでよ。そんなの関係ねえ。こういう時男ってのはカッコつける生き物なんだよ。亮太、あいつ内部長たちも早く助けに。邪魔すんじゃねえ。こう、ここは任せるがいい。あんたは。話は後だ。下がっているがいい。大丈夫か？皆さん、ご無事ですか？こう、やっぱお前なのか？ああ、てかサボってばかりの幽霊部員のくせに無茶しすぎだっつの。何考えてんだバカ、このバカ。バカ言うな。こうちゃん、こうくん、こう先輩の三冠を達成しやがったラブコメ野郎のくせに。ラブコメ言うんじゃねえ。コウ君、まったく。お前もだ。一人で何やってんだよ、このアホタレ。ああ、
姿が見えないと思ったら、いくらぬるおた気味だからってあんまりな格好じゃねえか。さすがにバレたみたいだね。え？まさか小日向くん？イクリプスにグリード。実はヒイラギさんが裏の組織の人間で、極めつきは夕闇の使徒に東京明細か。なんつうか、どこの深夜アニメの世界だよ。残念ながら事実よ。こんな事態にならなければ、あなたたちにとってはただのフィクションであり続けられた。別に疑うつもりはないけどさ、現在進行形でありえねえ光景を目にしちまってるわけだし、子たちが何かやってるのも薄々気づいてたからな。悪いな、今まで黙ってて。でもこっちもちょっと信じられないね。まさか小日向くんが教会の人だったなんて。僕は1年半前に国防軍からの要請を受けてこの森宮市に派遣されました。刻印騎士の一人として、いずれ起こる第二の災厄を突き止め未然に封印するために。つまり完全に先を越されていたわけね。さすがにそこまで確信があったわけじゃないけどね。結局目をつけていた落とし子はただの眷属レベル。この事態を起こした真の元凶には全く届けていなかったわけだし。ジュン、それにこの地の状況を見極めるため結構ひどいこともやってきた。あのミクリア氏とコンタクトを取って教会の封印書庫にあった金書を渡したりもしたよ。まさかあんな使い方をされるとは思わなかったけど。って、言い訳だね。あの童話ね。ザ・ウィッチ・オブ・ミスティ・キャッスル。あの時気絶していたのがフェイクだったとは。恐れ入るわ。さすがに冷徹無視で知られる、オルデンの騎士殿かしら。そうだね。魂を主に、血と肉を精霊に捧げているのが僕たちだ。
その意味では君たちよりよっぽど人手なしなんだろう。はっ、アホらしい。ああ、まさか純が亮太よりもアホだとはな。え？っていちいち俺を落とすんじゃねえ。あのな、純、お前みたいなお人よしがそうそういるわけねえだろ。なんで今そうやってベッドで横になってるんだっつうの。廃工場でも俺を助けてくれたし、 XRC のフォローもしてくれた。俺とヒイラギが神社の敷地に倒れてたのもお前がやったんだろ。そういえばいかにも見つけてくださいって感じで仲良く並べられていたけど。なるほど、そうだったのね。すると、ソラちゃんや篠宮くんが親しい人たちのすぐ近くで目を覚ましたのも同じわけね。ああ、間違いねえだろ。そこまでバレてるなんてね。さすがにちょっと世俗に染まりすぎたかな。入学していきなり告白とかもされちゃったしね。ああ、あれが決め手かもな。って、俺の黒歴史をほじくり返すんじゃねえっての。やはりオルデンでも森宮の結界は越えられないのね。ああ、言うなれば今の森宮は一つの巨大な迷宮みたいなものさ。内側から閉じられているため外からこじ開けることもできない。解放するには塔にいる真の元凶を倒すしかないだろう。やっぱそうなのか。あのレムって子やおじいちゃんの見立て通りだね。こうなった以上できれば僕も君たちに協力したかったけど、予想外の痛手を食らって2日くらいは動けなさそうだ。しばらくはコウたちに任せるしかないな。へっ、今さらだぜ。って2日で治るのかよ。さっき恵子先生は全治3週間って言ってたけど。さすがは刻印騎士、超人的な回復力みたいね。ま、しばらくは私たちに任せてちょうだい。ああ、よろしく頼むよ。しっかし、このメンツが揃ってしおりちゃんがいないのは寂しいよな。まあ、風邪で学園を休んでたし、うちでおとなしくしてりゃいいんだが。ああ、それは。こう。え、何？俺なんか変なこと言った？異変当時、しおりさんはアクロスタワーにいたそうなの。異形の巨頭と化したあの場所に。マジかよ、それヤバいんじゃねえのか。まあな。きっと大丈夫だよ。とても真の強い子だし、タワーから逃げてきた人も結構いるみたいだし、きっとコウ君のことを信じて待っていると思う。ああ、そうだな。いずれにせよあの塔にたどり着けなきゃしおりの消息もつかめねえ。 XRC の仲間たちと再会して何としても乗り込むだけだ。そうね、まずはそこからだわ。うん、こうならきっとできるよ。そっか。ま、あれだ。なんだそりゃ。わかった、せいぜい気合を入れるぜ。Thank you.
まずは XRC の集結、僕もその方針でいいと思うよ。すると残るはシオ先輩に美月先輩にリオン先輩、それと五郎先生の行方もさすがに気になりますね。ああ、そして他の柱も止めていく必要がある。あの塔に近づけないと結局は何も解決しないからな。問題は山積みだし時間も正直限られているわ。ここからはより慎重にかつ迅速に動いていかないと。ごきげんよう少年、どうやら友人たちとも無事再会できたみたいね。また見ていたようなことを。で、何かあったんすか？また情報提供があってね、別のお仲間らしき面々が駅前広場で目撃されたそうよ。マジですか？代金はつけておくから確かめに行ってみるといいわ。せいぜい頑張りなさい。アンティーク屋の人ですよね。どんな情報だったんですか？ああ、それが。駅前広場、柱が出現した場所でもあるわね。彼女からの情報ならかなり信頼できそうだわ。ああ、準備を整えたらとにかく行ってみるとしよう。ここから駅前だったらついでに他の場所を覗いていってもいいかもね。Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.